前監督ぜひ見ていただきたい作品ですだけどもちろん裸が出てきます人間の欲望とか本能とかおっぱいとかえでもう一つベッドシーン出てきます電車の中では周囲にご注意くださいこの作品を見た時真面目な人こう言うでしょう実にけしからんとでもなんだか窮屈な時代だからこそ人間のありのままをお楽しみいただきたいそう願う大人たちが 真面目に作作った作品ですまあだけどですねやっぱり過激ですから良い子はボスベイビーをご覧ください君と一緒に性格名を起こす